12月2日菰野町役場の職員が南伊勢町の視察体験を行い、南伊勢町の観光資源や施設などを訪問しました。この視察は南伊勢町と菰野町とで結んだ観光協力連携協定に基づいて実施したもので、菰野町の職員に南伊勢町の観光スポットや観光資源に対する理解を深めてもらうことを目的として行われました。南伊勢町を訪れた菰野町役場の職員はまず多祖白浜を訪れました。多祖白浜では多祖白浜ビーチセンターハウスにてバギーの体験や宿泊施設、スカイダイビングの施設を見学しました。バギーの体験では山の中を小さなバギーで途中休憩を挟みながら行われ、南伊勢町の自然の楽しさを堪能していました。また浜辺に面したウッドデッキやロッジ、山の中のグランピング施設の見学ではチェアやハンモックを実際に体験するなど興味が尽きない様子でした。が中にありますお風呂とトイレで、これで、はい、一応エアコンも入ってるので夏みたいなんですよ。エアコン正面の部分がエアコン。あ、本当やこれが背中のやつ。これが背中で、あ、それがお尻で、これがお尻で、はい、こういう感じだね。この行列から面白いですよね。ね、ここでひっくり返るの。ひっくり返ったら、ちゃんと写真に押さえますね。次に、阿蘇浦の遊泳水産やタイの養殖場へ場所を移し、養殖台の餌やりの体験や海産物の販売など、南伊勢町の海の幸を見学しました。途中、遊泳水産の橋本さんからは養殖台の状況や生けすの中を遊泳できるサービスの説明などが詳しく説明されていました。最後に一行は三重島展望台で夕日を見学し、南伊勢町の大自然を肌で感じてもらう絶好の機会となっていました。ほらな、これはいい、いいし、すごいな。そうですね、あれはなかなか恥ずかしもありますね。一人だけコンプリートしていただいて、今日はあの南伊勢町の方に来させてもらって、いろんなところを体験させていただきました。あの菰野町から結構遠いっていうふうに最初は思ってたんですけど、あの実は車で1時間半程度でこういった素晴らしい景色、素晴らしい体験させてもらえるところに来ました。今日ちょっと非日常的なすごい楽しい体験のことをできてですね、すごい良かったです。また来たいなと思わせるようなところで、特にまあ今ちょうど夕日綺麗なところで喋らせてもらっておりますので、あのちょっとセリフこんなもんでいいのかなっていうふうにちょっと悩んでますが、まずカメラを持っている街っていうのにもちょっとびっくりしました。今日はどうも一日ありがとうございました。今日は南伊勢町さんに、お邪魔をさせていただいて、いろんなものを見させてもらいました。菰野町にはない景色、そして、漁師町という感じ、そして素晴らしい
体験の数々をいろいろとさせてもらって本当に楽しかったです。菰野町でもまあいろいろ体験できるんですけど、絶対菰野町でできないことばかり今日させてもらったので、すごくいい経験になりました。本当にありがとうございました。